ようこそカサック。ここから先は倒産。なあみんな、あいつらも興奮している。レイブンは決して残飯処理ではない。不要なものを自然界に返すだけだ。そして時に怪我をしたキツネを襲うこともある。 M1 戦車に乗っていた男か。その巨体でよく我慢できたな。あれは戦いとは呼ばない。お前がいかなる者か、カラスたちと傍観していたんだ。結論は出た。カラスたちはお前を戦士として選んだ。幻覚。動けない。今お前は死の宣告を受けた。お前、東洋人の血が流れているか。なるほど、お前も俺たちと同じモンゴル系か。アラスカインディアンは日本人に近い。祖先が同じだとも言われている。カラスに親戚はいないんだ。いいだろう、エビはスカンが同族なら相手に不足はない。手加減はしない。お前もアラスカに住む人間だ。世界エスキモーインディアンオリンピックを知っているな。その怪力、棒引きや四人運びで鍛えたのか。そうだが、俺の強さは力だけではない。オリンピックに耳引きという競技がある。紐で互いの耳を引っ張り合い、骨幹の厳しさに耐える力を養う競技だ。強さは精神面から来る。それを今から。形は変わるが趣旨は同じだ。喜べ、お前は俺に認められている。これは競技ではない、ただの殺し合いだ。暴力はスポーツではない。さあお前が何者か、じっくりと見せてもらおう。存在は俺の方だったらしい。だが俺の残骸は残らない。俺の魂も肉もこいつらに同化する。俺のムクロは自然に帰る。スネーク、俺はお前を見ているぞ。いいか、セキュリティカードだ。こ
これでそこの扉が開く。どうして？お前は自然が作り出した蛇ではない。お前もボスも違う世界から来た。俺たちの知る世界ではない。決着をつけてこい。俺は最後を見ている。お前に一つヒントをやろう。お前の目前で死んだ男。血液まで偽装する。そのためにダーパ局長の血を全て抜き取って入れ替えた。しかし死神までは騙せなかったわけだ。死神？そんな手間をかけてまでなぜ局長のふりを？ヒントはここまでだ。この先は自力で解明するんだな。エビよ、自然界には限度を超えた殺戮は存在しない。必ず終わりがある。だが、お前は違う。俺には終わりがないというのか？お前の進む先に終着駅はない。どこまで行ってもいくつ屍を乗り越えようと。終わりのない殺戮だ。救いのない未来。いいか、ヘビよ、